理想の筆箱作っちゃいましょう。イエーイ。そうだよね、そうだよね、そうだよね。あー、どうしよう。待って、万年筆作っちゃいます。これ、入れちゃいます。絶対こう思う。せーの、じゃん。え、皆さんこんにちは、るきです。若菜です。ゆみです。今日はなんと理想の筆箱作っちゃいましょう。イエーイ。いや、楽しみ。なんか前回も他のお二人がやってて、あとココハちゃんとかくるみちゃんとかもやってたよね。なんかもうずっとやりたくて、本当に嬉しい。めっちゃ楽しみだった。いや、本当に嬉しい。実はあのここにずらっと文房具が並べられてるんですよ。あります。では早速どうぞ。本当に可愛い。可愛い。実際に私たちのアンケートとかで書いたやつが、友達とかにも協力してもらったり。そう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 。今回なんか今流行ってるようなデザインだとか、もうなんかシーツのクリア系のペンポーチだったりだとか、あと線画とかもあって可愛い。あとあのアボカドってなんか皆さん驚きません？こうやってクリアの筆箱とか見てみると意外にシンプルで、私も今ちょっとこういう感じの色を着てるんですけど、あの実際にこういう色今流行ってるのですごくおすすめですね。アンケートとかズームとかでみんなで、そうなんかいろんな案とかある中でもう2個すごいいっぱいあってるね。そう、絶対的可愛いです。絶対可愛い。本当に今回このニコラコラボ商品を中心とした理想の筆箱を作っちゃいます。やったー。これって、もらえるんですよね。ですよね。ですよね。去年の動画見ましたか。見ました。見ました。もらえてましたか全員。くるみちゃんもらえてましたね。今年も条件があります。200筆箱を作って200って何グラム。200グラムで理想の筆箱を作ってもらって、一番200グラムに近かった人だけがもらえます。多くても少なくてもいいですか。一人ってことですか。一人だけもらえます。バチバチだ。全然わかんないよね。わかんない、ちょっとそのちっちゃいの持ってるよ、誰か。ちっちゃいの。それが47グラム。え、これ47グラムもあるの。大きいのは70グラム。あと毒グリを1個持ってます。毒グリが26グラム。でも毒グリ200グラムでしょ。って結構なんか重めなイメージあるから、これ基準で考えられるかも。確かに。頑張るぞチャカチャカ入れてく。チャカチャカ。これすごいんですよ。すごい万能。何程度経過？待って。あ、私が初めからずっと目につけてたこのペンをちょっと。あ、可愛い。めっちゃ可愛い。これ、はい、入れる。入れる入れる。え、重いかな？今全然重さ関係なく入れてたけど。どうしよう。でもここで迷ってる場合じゃない。どうしよう。わかんない。もう焦りすぎてわかんない。待って、これじゃ少ない。私はこれじゃ少ない。あと1分だよ。待って。ストップ。ちょっと、これ入れちゃいます。入れちゃいます。絶対こう思う。待って、どうしよう。待って、これいいけど。10、9、8、7、困るので、ちょっとこれを諦めます。4、1個で変わるのかって話ですよね。はい、終わりました。終わり。完成しました。どうですか。やらないでください。これはパンパンだった。私からポイントを説明します。私のこの筆箱のテーマは緑です。はい、グリーン。この緑はアボカドとあったからしました。シンプル系統合わせでね。これボールペン。そう、ボールペン。あ、そうなんだ。てか字綺麗だね。ありがとう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 。本当にめっちゃ書きやすいんですよこれ。私なんか細いから、そうそうそう、なんか持ち歩きとか便利そう。手帳とか書くときとかめっちゃいいなと思って。いい、大人っぽいし。
こちらは毒栗です。はい、もう可愛い、本当に描きやすくて、私筆圧が濃くてすぐ芯折れちゃうんですけど、わかる。でもこれだったらなんか程よい力加減で描けて、本当におすすめです。私実はラスボス2個、あ2個入ってるんですよ。この子たちがあのこれ入れるわって言って入れたんですけど、ちょっと心配。でもこれ多分実際あったら絶対消しやすそうだなって思いました。ちっちゃいのだとさ、一回一回買わなきゃいけなくなっちゃったりするじゃん。でも大きいから長く使える。そうそう、今回私はアボカド3個揃えました。まずはじめにこの色合いに目がついたのでもう好きです。私はこれをもらいたいです。あ、予想、待って、どうしよう。こちらの予想グラムは100、200は絶対いってないと思う。100、じゃあ70にします。待って、180にします、ね、はい、消しゴムを信じます。私は消しゴム、消しゴム信者。次はルキー。はい、ルッキー、大問題のこの作品。作品なんだもん。この筆箱のテーマはルキちゃんの欲しいものいっぱい詰めちゃったよペンポーチです。イエーイ。系統よくない？ね、少年いいよ ね、 ね、なんか結構最近白にハマっていて、なのでちょっと白のペンを、これは直感で選びました。試し書きもせず。確かに見た目も可愛いね。だからもう今が試し書きです。早速使います。こう意外と、なんかこういうタイプってさ、ブワッて出ちゃいがち。出ちゃいがち。いや、なんか白のペンは結構今も持ってて、でそれでなんかちょっと太めが欲しかったなって思ってて、めっちゃいい感じ、もうドンピシャ。じゃあ続いて、こちらメモリーライン。これは、赤と緑だから、あの赤シートと緑シートあるじゃないですか、それをなんかその勉強とかに使えるものは、私ちょっとおバカちゃんなので、テストに向けて使いたいなって思って入れました。いい、頑張ってください。頑張ります。続いて万年筆。万年筆なの？そう、おしゃれじゃない？クリアなやつ以外にも見た目が色ついてるものとかあったりしたんですけど、ちょっと系統に合わせて透明にしました。書きやすい。待って、絶対書きやすいじゃん。大人っぽくなれるよこれ。かわいい、すごいかわいい。万年筆ってやっぱ大人の使ってるイメージだったし、いつ使うんだろうって思って。なんか渋いイメージある。そう、なんかさ、デザインも可愛くない？え、これ学校持ってこう。はい、こちらじゃじゃーん。なにこれ、まず上に、蛍光ペン。え、そしてまだ驚くのは早い。まだ驚いてもないか。蛍光ペンだけじゃないと。え、なにこれ、え、すごっ。自分でびっくり。想像的にはなんか分かりました。この3本こうあってガチャンガチャンってなるやつ、分かります？伝わりますよね。なんか押しただけで、あ、違う、押しただけで3色出てくるよ。え、あ、ヒロ、なにこれ、なにこれ、すごい、素晴らしすぎ。え、書きやすい、万能すぎる。うん、待って、欲しい、これ欲しいよ。え、これさ、絶対さ、ペンポーチの中傘もさなくなる。いや、本当にすごいよ、本当におすすめ。え、びっくり。続いてこちら、修正テープ。めっちゃおすすめ。本当めっちゃおすすめ、マジで超いいよ。え、浮かないでしょ。浮かないでしょ。びっくりした。ギザギザになっちゃったよ。一回さ、壊れたら直せないよね。わかるわかるわかる。あと、最初出てこない感じ、わかります？途中から出てくるんかいみたいな。あと、これ2回重ねても全くよれない、よれないっていうか。おお、その上から書いてみ、もう一回。じゃあ、かめっちゃいいよ。ちょっとね、あ、それお気に入りなんだ。すごくない？すごっ。これ2回重ねたと思わないでしょ。もう間違いし放題だよ。あ、もうちょっとやばいわ。次は、完全にネタ枠で入れました。大きなのり。でも必要だよね。でも必要。でも必要。海のり入れなかった。なんかさ、液体のりよりもこっちののりの方がいいよね。わかるわかる、めっちゃわかる。すごい。あ、のりの残量が見えるんだって。え、すごい。大門本命と言っても過言ではない。こちらのお揃いの、お揃いのニコラコラボのチューリップの、
抜きっぽい感じのデザインの。そうでね、見てこの裏側にね、こういうって書いてあるんですよ、うん、まずここで選ぶじゃないですか、うん、あ、チューリップかわいい、さ、買ってみよう、実際買いました、うん、使います、こういう、あ、これ打たれた、打たれた、打たれた、やられた、もうすごくやられた、筆記体もおしゃれだしね、そう、めっちゃかわいい、すごいおしゃれなんですよ、でなんかあのおしゃれかつシンプル で、うん、でしかもなんかこの白もなんていうの、ちょっとベージュがかってるというか、うん、クリーム色っぽい、クリアってかわいいよね、めちゃんこかわいい、なんか結構重めが好きで私、シャーペンとかでも、うん、いい感じの重さで手も疲れないし、振って出る、あ、そうだそうだ、楽しい、これ私これ最近知ったんだよね友達に教えてもらって授業中とかよくない、こうやってやれるの、シャシャッツーってすぐかけるから、でこの白好き、わかるわかる、めっちゃ好きめっちゃいい、で私の筆箱はね、まあ、ざっくりこんな感じでございます、予想何グラムですか、予想は210、今回っていうか全部おすすめ並べられたの本当に本当に全部おすすめ、じゃあ私が紹介します、まずこのピンポーチはもうアンケートで見た時から可愛いなって思ってたんですけど、このちっちゃいのとは違ってまず大きいからいっぱい入る、うん、1つね、でこのクリアに見えるじゃないですか、でも裏返してみるとちゃんと雲の絵が描かれてるんです、もうすごい、クリアじゃない面もあってクリアもある、贅沢、良い、はい、じゃあまず一つ一つ紹介していきます、私はジュースのシリーズがもう大好きで、このさっきの白のコカナのミントグリーンとルキの虹色のオレンジバージョンなんですけど、赤シートで隠したりとか、なんか暗記するときに使うんですけど、オレンジはもうマストで入れたくて、え、可愛いね、なんか原色じゃない、ちょっとパステルっぽいのがこのシリーズめっちゃ可愛い、あとこれ押し心地が好きです、わかるよ待って、わかる、あ、たくさん入れてる、そう、まず1本目がこのピーチ、え、可愛い、可愛い、消しゴムはそれじゃないんですけど、私はこのピンクの線が、え、可愛い、女の子っぽい、やっぱ新学期だから女の子っぽくしたいじゃん、だからピンクのこの消しゴム、なんか女子力高く見えるよね、そうで、後ろにはお花が描かれててめっちゃ可愛い、なんかさりげないガーリーな感じが、わかる、わかる、で、写真はこのチェリーの好きなものを全部詰め込んだんですけど、可愛い、系統で揃えるっていうよりはもうなんか全部デザインが可愛かったんで全部入れました、うん、1個だけ赤っていうのもいいよね、そう、可愛いよね、可愛いよね、わかる、で、このこれペンポーチとお揃いの雲の毒グリです、可愛い、それ入れようか迷った、クリアなのがいい、そう、クリアなのがいいのよ、まだ私はこれだけでは終わりません、え、何これだけで少ないでしょ、お気づきですか、私はスタンプと修正テープを入れたんです、どこでしょう、はぁ、これは茶番した方がいい、正解いますね、ちょっと怖いので、正解はこのポケットの中です、あ、え、すごくない、いや、本当にマジで便利、え、なんか結構こういう系ってなんか系統合わせるの大変とか思うけど、え、なんかこういうのってなんかさ系統違うけど入れたいってやつ、そうそうそう、リミ入れたの、それあれよね、そうそうそう、いい、いい、どれもいいよ、すごいわ、予想はでもこれが26でしょ、うん、で計算してる、でもじゃあ200にします、おー、さすが、え、ほんとに怖い、せーの、じゃん、え、あー、軽い、おい、え、待って、私が一番、え、待って、いや、こっちか、分かったんじゃない、30、え、来た、待って、36、違う、え、168、32、あ、負けた、ノリさん、ちょっとありがとう、消しゴム進めてくれて、一旦ちょっとノリ取っていいですか、ノリ取った状態でどうなるか、もうちょっと入れたいもの、ちょうど筆箱ここ、ノリじゃん、ノリじゃん、ノリだよ、ノリのせいだよ、168です、あ、236です、163です、というわけでワカナの勝利です、やったー、ありがとう、
ごい、やった嬉しい。バカナの勝因は何ですか？え、消しゴムです。そう、ね、待って、私なんで勧めちゃったんだろう。今年もニコラスコラボ商品が発売されました。かわいい。 いや今回もね、あのね、ニコモのね、うん、私たちの意見とかも反映されているので、そうそう、うん、いっぱい答えたもんね。本当にかわいい商品になってるので、もうね、このね、新学期新しい文房具でテンションを上げて、うんうん、新しいね、楽しい学校生活になるように、うん、やればいいですね。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。コメントも待ってますよ。待ってますよ。おすすめです。おすすめです。欲しい文房具とか書いてね。嬉しくね。